回は呪術廻戦に登場する元祖愛の伝道師ことヨロズについて見ていきたいと思います。死滅回遊に巻き込まれた伏黒の姉積木を救うため綿密に策を練りながら行動してきた光線側の術師たち、その努力がようやく実を結ぶかと思われた瞬間、積木だとされていた人物は表情を急変させ、あなたのお姉さんよ伏黒めぐみと急に叫び出します。この時伏黒と同様に多くの読者もこの展開には衝撃を受けたかと思います。そして正体不明のこのキャラは私はヨロズと名乗り、背中に羽を生やすと初めてはやっぱり少な、じゃあね待ってるわよと言い残し飛び去ってしまいます。このようにヨロズの初登場はあまりに唐突で、読者を混乱の渦に置き去りにしてしまうような衝撃がありました。そんなヨロズの活躍は212話で登場した後、216話から219話までのたった4話でしか見ることができません。しかしこれほどの短期間でありながら、ヨロズは読者の記憶に深く刻まれ、とても強烈な印象を残しました。そしてヨロズの特筆すべき点は、この強烈な印象だけではなく、呪術廻戦という物語において重要な役割を担っていたことにあります。つまりポットでのよくわからない謎のキャラだと思われていたヨロズは、物語の展開を左右するほどに重要なキャラだったのです。死滅回遊編にて登場したヨロズは、賢者との契約で現代に受肉を果たした1000年以上前の平安時代の術師です。ヨロズの性格は完全にぶっ飛んでいて、その行動は全てが過激で、行動原理は宿儺に対する盗作した愛情とそこから生まれた執着、その偏愛はかなり狂気じみた情念として描かれています。平安時代で宿儺を一目見た瞬間から、ヨロズはその存在を瞬時に絶対的な強者であると認識していました。とはいえ宿儺が規格外の存在であることは周知の事実、ただしヨロズがその他大勢と違っていたのは、宿儺の内面深くにまで踏み込んで探求していった点でした。その結果としてヨロズは絶対的な強者である宿儺がそれゆえの孤独を内に秘めているとの推量にたどり着きます。大丈夫私がいるわ、あなたは一人じゃないという自己中極まりない妄想に、ヨロズは平安時代からずっと囚われ続けているのです。そして現代に受肉してなお、ヨロズは宿儺に対し、あなたに愛を教えるのはこの私だと宣言しています。この一連の思い込みは東堂葵の存在しない記憶と並ぶほどぶっ飛んだものに感じられます。そんなヨロズは愛しの宿儺と怠慢バトルを繰り広げていくことになります。ここでまず驚いたのは、癖の強いそういった言動よりもヨロズが史上最強の術師を自分と同格に扱っているという衝撃に対してでした。これまでの宿儺といえば、あまりにも圧倒的すぎる存在であり、その他の術師は全員宿儺の前にひれ伏すしかないという強烈な刷り込みが存在していました。しかしヨロズはその固定観念をいともあっさりと打ち破ってみせました。これはヨロズの性格が恐れ知らずでぶっ飛んでいるのと同時に、ヨロズ自身が宿儺レベルに匹敵する実力者であることを示しています。実際宿儺との戦闘でも余裕が感じられ、顔芸をしてみたり結婚の現地を取ったりなどコミカルな描写が続きました。しまいには見ずしは使わんと告げる宿儺にプライドを傷つけられ、雑巾じゃないわよと盛大に切れてしまうのです。そしてここからヨロズは何としても宿儺に見ずしを使わせようと本気モードに入ります。しかし冷静に考えてみると、時代を超越してまで宿儺への愛に固執していたヨロズが、どうしてその本人とガチで命のやり取りをしているのか疑問に感じてしまいます。あまりに一途で盗作した独特な愛の表現方法に正直理解が追いつきません。この2人がなぜ本気で戦っているのか、その真相は元祖愛の伝道師であるヨロズにしかわからないのかもしれません。術式は構築術式。ヨロズの構築術式は特殊な術を除き、鍛錬次第でヨロズ本人が認識できる物質はほぼ全て再現できるというかなり強力なものです。術者の呪力をもとに無から物質を構築するという構築術式ですが、ヨロズの呪力は総量出力ともに非常に恵まれたものがありました。そしてヨロズは半自律制御が可能で、呪力によって物性を安定させたまま体積を変化させる液体金属に行き着くことで、構築術式をより高次元へと押し上げます。さらに構築術式の弱点である呪力効率の悪さを解決するために、昆虫のエネルギー効率に活路を見出しました。こうしてついにヨロズはあまたの生態機能を流用特化させた肉の鎧を獲得するに至ります。
同じ使い手でも1日にリボルバーの銃弾1発を構築するのが精一杯のマイと比べて、その差は歴然としています。つまりヨロズの登場により、これまで弱いと揶揄されてきた構築術式が再評価されたのです。ヨロズはこの極めた構築術式を駆使し、スクナと渡り合います。スクナはこの時点で指16本レベルの強さであり、特殊の影棒術まで手に入れたことを考えると、ヨロズの強者ぶりが際立ちます。見ずしを使わないといっても、スクナとあれだけやり合えるキャラはほとんどいません。実際ジョーゴやマコラであっても、この時点のスクナに手も足も出ていませんでした。ちなみにこの戦闘は構築術式を駆使した高度な呪術戦になるのかと思いきや、虫の鎧をまとい、シンプルに殴りまくるゴリラ回戦でした。やはり呪術師に一番大事なのはゴリラ力の高さなのです。そして次第に追い詰められたヨロズは、完全な球体として触れることができない神球を構築し、それが必中効果として付与された領域展開シックシックシックを繰り出しました。しかし防御無視であるはずの神球も、戦闘中に適応を済ませたマコラに破壊されてしまいます。結果的にヨロズはスクナの見ずしに切られるという願いが叶わず、マコラの大魔の剣に切られ敗北してしまったのです。その後敗北したヨロズはスクナに、私だと思って五章大事に使ってねという言葉とともに、ジグカムトキを残し行ってしまいます。このように作中では、その場で液体金属と虫の鎧を作り出し戦っていたヨロズですが、構築術式の強みは一度構築した物質が残り続けることであるため、本来は事前に構築したものを準備しておくのが定石だと思われます。とはいえ、この時のヨロズは受肉してほとんど時間が経っておらず、スクナとの戦闘の前に無駄な呪力消費を避けていた可能性があります。もしヨロズにもう少し時間があれば、ユウンやシャクコン島のような強力な呪具を作りまくり、スクナをもっと追い詰めていたかもしれません。虫の鎧をまとったゴリラ力でユウンをぶん回してくると考えると、かなり強そうです。このようにヨロズはスクナとの戦いで大きな印象を残しましたが、実は戦闘以外にも様々な爪痕を残していたのです。まず最も大きかった衝撃は、ヨロズが積み木に受肉していたこと。呪われた最愛の姉を案じ、彼女を救いたい一心であれこれ頑張ってきた伏黒は、死滅回遊に巻き込まれた積み木を覚醒タイプのプレイヤーだと信じきっていました。生きる糧とも言える人物が平安の術師に受肉されていたというまさかの展開は、それだけで伏黒の心に大きなダメージを与えました。この心の揺らぎは物語を次の展開に大きく進めることとなります。伏黒の魂が折れる瞬間と、悪鬼に取られる虎杖とクルスの動揺をスクナは見逃さず、読者も忘れかけていた計画の2文字がここで飛び出しました。こうして伏黒はスクナの手に落ちたのです。さらにヨロズの外見が積み木のままという残酷さが、伏黒にさらなる追い打ちをかけます。スクナはヨロズとの戦闘で見ずしを封印し、特殊の影棒術のみでヨロズを葬りました。自分に受肉しているスクナが自分の術式だけでヨロズを倒したという事実は、伏黒が自らの手で積み木を殺めたという悲劇となって、永久に伏黒の精神を蝕むことになったのです。伏黒の魂を降り、狙い通りに深淵へと沈ませることに成功したスクナは、器としての伏黒を完全に制圧し、その後の人外魔境新宿決戦での大暴れにつながります。新宿での戦い方を見る限り、スクナが五条に勝利し、その後も次々と襲い来る術師たちを退けるには、特殊の影棒術が必須だったと思われます。この一連の展開は、元をたどればヨロズがあのタイミングで積み木に受肉して現れたことによる因果と言えるでしょう。さらに問題なのは、ヨロズがスクナに残した呪具カムトケです。スクナが五条との戦いに勝利した後、カシモとの戦闘で使用したカムトケですが、はっきり言ってこの呪具は大した恩恵をもたらしていません。しかしカムトケにはストーリーに貢献する重要な役割がありました。それが没収される役割です。カシモ戦の後、スクナに襲いかかったのは火車と虎杖でした。五条と並ぶほどの才能の原石と言われる火車は、領域展開中腹獅子でスクナの術式を奪おうと勝負に出ます。目論み通りジャッジマンはギルティ、コンフィスケーション、デスペナルティの3連コンボの判決を下しますが、ここで全ての読者が唖然とするどんでん返しが待っていました。没収は対象が呪具を携帯している場合、術式ではなく呪具に適用されるというまさかの後出しルールです。
ここまで来るとヨロズが涙ながらに残したカムトケは火車をそこそこ持ち上げながらもスクナの術式を守り、その後のストーリーに支障がないよう綿密に計算された捨て駒だったように思えます。さらにヨロズがスクナに言い放った絶対的な強者、それゆえの孤独、あなたに愛を教えるのはというセリフがスクナと五条の最強対決の中で何度も取り上げられています。ポットでのよくわからない謎のファンキー姉貴が言い出した愛の格言がなぜか物語の大事なテーマにまでなっていたのです。つまりヨロズとは愛と孤独を最強たちに教える愛の伝道師だったのです。それを受け継いでなのか、五条を破ったスクナはカシモに愛を説く愛の伝道師となっていました。このようにヨロズの役割は物語の根幹に関わるほど深く多岐にわたっていたことがわかります。わずかな登場の中で大きな印象を残し重要な役割を果たした元祖愛の伝道師ヨロズ、このヨロズの異常な愛はスクナに届いていたのでしょうか。